小袖海岸。小袖海岸は、岩手県久慈市の久慈湾南東部に位置する海岸及び、継承地。三陸復興国立公園及び、久慈海岸平庭県立自然公園に指定されている。玉の脇川川口から小袖漁港、第一種漁港の西側までが自然公園法第20条に基づく特別地域参照に指定されている。当地は、 九十市町内地区の海岸部にあたり、岩手県道268号の打町内線が貫く。海岸断球の断球崖、河口岩の岩礁、海食堂などと自然の植生が織りなす風景が観光客を呼び込んでおり、特に釣り金道が著名となっている。なお、かつての釣り金道は、洞穴の中に釣り金型の岩がぶら下がっていたが、1896年、 明治29年6月15日に発生した明治、三陸地震に起因する三陸大津波で消失した。当地の漁業では、鮭の定置網漁及び、ハエ縄漁、コーナゴの敷網漁などが行われている。漁業集落は、双子、双子、大尻、大尻、小袖が点在してあるが、漁港周辺に定置が少ないため、現在の各集落は、 海岸からやや離れた海岸段丘上に展開している。小袖漁村の東側に続く海岸一帯は、三崎と呼ばれる地区で、小袖海岸と同様に道園の特別地域に指定されているが、現在は、九じしゅ町、べちまで漁村はない。大尻、小袖、くきの各漁村において、すもぐり漁が行われており、北限の天の名称で広く知られている。 当地のマは、小袖海岸地区では、素潜り漁をしている様から、潜りと呼ばれているが、久慈市街地では、採捕した海産物を担いで山道を越えてきて、3.8、まじしびなどで売っていた様ら、担ぎと呼ばれている。1959年、昭和34年11月27日に、当地のマを題材にした、ラジオドラマ、北限の甘が放送されたことにより、 その題名が当地の雨を指す名称として用いられるようになった。題名は原作者の水木陽子が名付けたものである。素潜りで伝統的に雨漁が行われているのは世界中で日本と韓国のみであり、その中で久慈市の雨は最北部に位置するとされる。ただし、水木が国内はもとより世界的に詳細な調査をした上で、この名称を付与したのかどうかは不明。 なお、正木小島、北海道正木郡正木町では、1888年、明治21年から、石川県府下し郡和島町、現和島市天町からの出稼ぎで、天漁が行われており、1950年代に、正木町に定住した天が2017年時点でも、漁を続けていることから、久慈市の北原の天が真に北原とは言えない。また、過去、 1950年代中頃から1960年代に、久慈市い北、青森県八戸市、海上町などにもマがいたという情報、痕跡もある。ただし現在では、漁業協同組合が認知する、漁業権を持った集団的マ量が保持されている、北限は当地である。小袖海岸における採捕による、沿岸漁業では、ウニ、夏、アワビ、冬、 海藻などが見られる。これらを採捕対象とする磯漁業では、全国的には漁船から箱メガネとハリ棒で採捕するのが一般的でるが、東海岸は海岸段丘となっており、海岸から数百メートルは海食によって地形が複雑な上、外洋に面しているため波や流れも複雑である。ことから採捕しながらの操船は困難であり、潜って採捕する方が効率が良い。 そのため、漁船からの採捕はそれより、沖合の定常的な波の水域で行われている。このような漁法の違いから、潜った方が効率が良い水域では、アマが漁船を用いた方が効率が良い水域では、男性漁師が漁を行うという、男女による住み分けが当地ではできた。他方、採捕対象の資源保全、種苗放流や養殖に関しては、男女の別は、特にない。 九時市には大尻、小袖、茎の各地区に雨がいるが、第一次産業としての雨量は衰退し、ほとんどが観光、第三次産業用とされる。そのため、九時漁港の貝類の水揚げ高12トン、2000年のうち、雨量による寄与は小さいとみられる。なお、九時市の北に隣接する旧古郡広野町種市では、陶器のアワビス潜り量を、ウェットスーツを着た。 男性漁師が行っている。また、1898年、明治31年の種市沖での火客船、名古屋丸座礁沖に1000件の、防州潜りが伝わって、南部潜りが始まり、その伝統をもとに1952年、昭和27年12月に、岩手県立久慈高等学校定時制種市分校、潜水課が設置されて、現在でも、国内で潜水府を要請いている。 唯一の高校として続いているなど、久慈市と隣接しながらも海に潜るのは主に男性となっている。当地の雨漁は世界的に見ても北限で行われているという希少性があるため、北限の雨のキャッチコピーを用いて観光第三次産業用の雨漁がウニの漁期である7月1日から9月30日間、小袖漁港で行われている。 九時市漁業協同組合小で市所の小袖北限の天の会会長は男性漁師副会長は天が漁業権を呼び工業権を持ち九時市役所産業振興部が広報マネジメントを担当し東海に入会している天がプロとして伝統的な天姿で観覧有料の素潜り漁実演を行っているまた地元の高校生が結成している北限の甘クラブも アマチュアのアマとして、イベントで実演を披露している。実演を行うポイントは、小袖漁港にある、小袖アマセンター、付近の海であるが、水深が7から8メートルと、ウニの漁場としては、深い方であるため、一定以上の技術が必要となっている。なお、当地で採捕されるウニ、当地では、風と呼ばれるは、約9割が北紫ウニで、約1割がエゾバフンウニである。 恒例のイベントとして、8月第1日曜日に、北限の甘フェスティバルが開催されている。2009年、平成21年には、可愛すぎる甘効果、歴史参照により、シルバーウィーク中の9月最終日曜に、北限の雨感謝祭を初開催した。上日のように、北限の雨は、くじ市の観光の目玉の一つであるため、各地で開催される、観光物産展などに、 甘姿で参加したり、久慈市の物産の販売促進ポスターや観光ポスターなどに登場する例がばしばみられる。アマリンは北限の甘のマスコットキャラクター。観光スモグリ実演の際の衣装を着た甘がに、刀身にデフォルメされている。イラストと着ぐるみがある。名称は公募され、2010年、平成22年8月1日に開催された。 第21回北限のアマフェスティバルにて、命名式が行われた。かつて、素潜り漁の際には上半身が裸、下半身が水着で行っていた。一方、磯で海藻を採取する際にはかすり飯店などを着て、行っていた。1956年、昭和31年に、小袖海岸に道路が通じて、地区外のものも容易に地区内に入れるようになり、 さらに1959年、昭和34年11月のラジオドラマ、北限の雨のヒットで観光客の注目を浴びるようになると、素潜り量でもかすり飯店などを着たまま行う、着衣水泳に変化した。1961年、昭和36年から日本での解任、アマ用ウェットスーツの普及が始まるが、夏でも海水温が、 摂氏十八度以下の当地でも第一次産業の素潜り量ではウエットスーツ姿も見られるようになった。観光第三次産業用の素潜り実演では着衣水泳化した昭和三十年代頃の甘姿に習った服装を用いている。すなわち、不ゴミと呼ばれる袴、白の短パンを履き、かすり斑点を着て赤い帯で締め、白手袋、軍手と白足袋をつけて、 頭に手拭いをした後に、磯メガネ、松島メガネをしている。さらに、ウニの裁縫道具の添え鍵、磯鍵を持ち、裁縫したウニを入れるやつかり、腰につける、網の袋をつけて素潜り実演を行う。保温と肌の保護のためにパンティストッキングを履く者もいる。江戸時代の小袖海岸は、八戸藩と森岡藩、両藩とも南部市の藩境の地だった、南九古郡の幼い村と、 上村との間に反社会があったようである。1871年、明治4年に廃藩置県が行われて、大政士官が起きると、爆反大政下での漁業における既得権益も揺らぎ始め、旧来の漁民以外から新規参入する者が現れ始めた沿岸漁業、漁業権などさん。このような時代背景によって、明治時代から、 当地の上村でも夫が出稼ぎに出る一方で、ほぼ全世帯の妻らが干潮時の磯で海藻を採取したり、素潜りでウニやアワビを採捕したりするように言った。また、素潜り漁する女性たちは、上村で、潜りと呼ばれるようになった。採捕した、海産物は、家庭内で消費されるほか、南九湖群九次町で300年以上続く市である、3.8、まじしび。 毎月三と八の月日に開かれる六歳市などに持ち込んで売っていた。女性たちは漁船を所有していなかったため、重い海産物を担いで、上村から久慈町まで十キロメートル以上に及ぶ、三陸海岸沿いの山道を、一日が始まる早朝までにつけるよう夜通し歩いて、運んでいた。その姿から、担ぎとも呼ばれるようになった。1954年、 昭和29年11月3日に、上村は、久慈町などと合併して、久慈市となる。1956年、昭和31年には久慈地区と上地区などを結ぶ、道路、岩手県道268号の田町内線が、小袖海岸に通じ、一尾通りまでの道程は、約9キロメートルに短絡され、自動車で、約20分の距離となった。 1959年、昭和34年11月27日の22時10分から23時まで、NHK ラジオ第一放送において、ラジオドラマ、北限の雨」原作、水木陽子、出演、荒木道子、厳選、河原夏子が放送された。姫ゆりの塔、裸の大将、浮雲などの名作の脚本を手掛けた水木の絶頂期に放送された同作品は、 全国的な人気を博し、同年度の第十四回芸術祭賞を受賞すると同時に、北限の甘が全国に知られるきっかけとなった。また、同作品により観光客の注目を浴びるようになると、それまで上半身は裸、下半身は水着で漁を行っていた甘たちは着衣水泳に変化した。小袖海岸は百六十一年、昭和十六年に、 九次海岸平には県立自然公園に指定され、1971年、昭和46年1月22日に陸中海岸国立公園、現、三陸復興国立公園に編入された。1982年、昭和57年に東北新幹線、1984年、昭和59年に三陸鉄道が開業すると、 観光客の増加が見られるようになり、1985年、昭和60年7月12日には、観光様子潜り実演の窓口となる小海女センターが小袖漁港に平屋で設置された。この頃に雨は100人以上を数えたが、近年は観光客の減少に伴って20人程度にまで減少した。雨の後継者不足には、 将来のアマの成り手となる子供が安全に素潜りできる体験学習の機会がないからではと考えた八戸工業高等専門学校が北限のアマ仮想体験学習システムアマ潜水エキスパートシステムの開発を行っている2005年平成17年久慈市観光物産協会が結成した女子高生アルバイト高校生アマクラブの活動が始まった2006年 平成18年2月26日、第27回京都演劇フェスティバルにおいて、京都放送劇団が、放送劇北限の甘を、京都府立文化芸術会館で上演した。3月には、鉄道娘にて、久慈駅と三陸鉄道北陸支線から名前を取った、久慈有りという萌え系キャラクターが作られたが、このキャラクターの祖母が、当地の甘という設定となった。なお、 同作の漫画版にて、9時アリスの祖母がアマを夢見ていた。アリスに対して、今の時代に合わないと一周するシーンがある。2007年、平成19年の、第18回北限のアマフェスティバルでは、北限のアマクラブ第2期メンバーの大久保恵美などが、素潜り両実演にも挑戦した。同フェスには、同年4月にデビューした演歌歌手、金沢美咲、母親が、 元北元の甘のショーも行われ、以後、毎年出演をするようになった。2009年、平成21年8月2日に開催された、第20回北元の甘フェスティバルでは、ラジオドラマの放送から50周年を記念して、ラジオドラマ、北元の甘を聴く会も開催された。また、高校を卒業したばかりの大向井美咲と、小袖日、香里。 共十9歳が25年振りの新人として、小袖北限の天の会に入会し、プロの天としてデビューした大向はほぼ常勤。小袖は他の職業と兼業のため主に土日休日に出勤。新人天二人のうち、当地の最高齢天を祖母に持ち、ほぼ常勤で働いていた大向を取材した NHK 森岡放送局が、 北限のアマ新人は19歳との特集を作成、同年8月14日夕方に、東北地方の NHK 総合のローカルニュース内で、8月15日朝には、全国放送の、おはよう日本内で放送された。すると、インターネットの日本語ウェブサイト上で、大向かいは、可愛すぎるアマとして話題になり、韓国語ウェブサイト上でも検索ワードランキングで4位に、 なるなど話題になった。このため、例年なら、観光客が減少する9月になっても雨量の実演見学の予約が絶えず、9月最終日曜に、北限の雨感謝祭を初開催したところ、シーズン末にもかかわらず、盛況となった。可愛すぎる雨効果により、素潜り漁実演の見学者は5,962人、観光客数も1万人以上に上り、前年比。 約2割増となった。10月3日には、三重県飛ばしにて初開催された、日本列島サン大集合から、アマフォーラム第1回飛ば大会に、新人アマラが参加し、後継者不足に悩む各地のアマラを前に、新人二人が紹介され祝福を受けた。2010年、平成22年6月には、前年にデビューした大向と小袖の小中学校の、 同級生である大久保も、小袖北限のマの会に入会し、漁期の始まる同年7月1日に新人として、プロデビューした。シーズンインのこの日もテレビ局など25社が取材に、訪れるほど注目を浴びた。なお、大久保は、高校時代に北限のマクラブに加入して、アマチュアのアマとして活動した経験があり、また、母親もマである。8月1日の、 第21回北限のアマフェスティバルでは、隣接地に2階建てで移転、新築された小袖アマセンターの落成式や、北限のアマのマスコットキャラクターをアマリンとする命名式を行われた。8月18日には、土日休日に集中しているアマの素潜り実演の観光客を平日にも増やす試みとして、久慈市観光物産協会が中心となって、 小袖北原の天の海や小袖定置組合らと協力し、小袖海岸の継承地を漁船で巡りながら、素潜り実演の観光や漁業体験などができるパッケージツアーが初めて再行された。8月20日、新人天3人が揃って7月27日に小袖天の海を奪回していたと日本のマスメディアが報じ始めると、大韓民国や台湾でも相次いで、 大手メディアが報道した。2011年、平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災に伴う津波により、前年8月に新築した、小袖山センターが全開した。同年7月、小袖山センターが仮設のプレハブで再建され、素潜り実演が、例年通り始まった。しかし、震災の影響で、 観光客が減少したため、2012年、平成24年4月には、北限の天を維持した萌え警備少女キャラクター、八滴暁作画が作られ、特に観光面での復興に寄与している。2013年、平成25年4月1日から9月28日まで、NHK の連続テレビ小説、甘ちゃんが放送された。同ドラマでは、小海岸をモデルとした、 架空の地のアマを主人公としており、ドラマの人気により、当地に観光客が増え、週末を中心に、一般社の規制も行われた。2014年、平成26年4月6日、高校生アマクラブ所属の中川耶を中心とした5名が、自主的にアマクラブを結成し、くじ地域を盛り上げるローカルアイドルグループとして、活動した201年3月7日解散。 同年4月に着工した小袖山センターが、鉄筋コンクリート構造3階建て、延べ床面積264.44メートル、工事費1億8000万円で再建され、12月24日に、竣工式が行われた。北限のアマフェスティバルの日には、九慈港の九慈市漁業共同組合前から、無料のシャトル漁船が、九慈市役所前から、無料のシャトルバスが運行される。 平成25年4月20日から10月末日までの間の土、日宿日は、甘ちゃんの放送により訪問者の増加が見込まれるため、午前9時から午後5時までの間は、地元住民の生活者用、公共交通機関及び旅行業者が手配する、中型バス等以外の一般車は、久慈市川からも、野田村側からも侵入できなくなる。そのため、規制時間中に訪問する場合は、 久慈市川の臨時駐車場に駐車し、30分に1本運行される有料臨時バスで訪問することになる。また、久慈市川の規制区間手前の玉の脇漁港から小袖漁港までの間を臨時の遊覧船が運行される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。